こちらは STW5043 という PC の5.25インチサイズのファンコントローラーです。STW といえば様々なファンコントローラーを製造しているメーカーで、いわゆるファンコントローラーの老にせのメーカーの作成した製品ということが言えますので、比較的信頼性が高いものと思われます。 そして、この STW5043 ですけれども、この型番の製品はですね、もう10年以上前に製造された製品です。最近の STW の製品は、このディスプレイがですね、カラーで非常にカラフルになっています。けれども、こちらの5043の型番の製品は、青みがかった白と黒の、このモノクロの配色、 のディスプレイであり、まあかなりシンプルなイメージを持ちます。そしてですね、このディスプレイは、えーと、少し昔のバイクの4連タコメーターのようなですね、イメージを持つようなイメ、印象を持つようなですね、デザインとなっておりまして、まあ、好き好みはありますけれども、まあ個人的にはかなりかっこいいタイプの ファンコントローラーではないかなというふうに思います。そして、取り付け部分はプラスチックなんですけれども、全面パネルは金属でできておりまして、そして、黒い塗装が行われている、そういうデザインとなっています。で、この SDW5043 なんですけれども、操作スイッチがありません。どうやって操作するかというと、 実はこのディスプレイ部分がタッチパネルになっておりまして、ディスプレイを直接ですね、指で触って操作する。そういうふうになっています。それがゆえですね、若干この s t w 5 0 4 3操作性が難しい面があります。今日はですね、この s t w 5 0 4 3どうやってファンのスピードをコントロールするのか、すなわちファンにかかる電圧をどういうふうにして 設定しているのかといったところをですね、ご紹介したいと思います。それではですね、この1番の系統に接続されているファンの電圧を変更して回転数の方を変えてみたいと思います。で今ですね、このファンの1番の系統にこのファンがついておりまして、2300rpm でファンが回転しているといったところを示しています。で今、この パーセンテージが上昇したり下降したりしているのが見えると思いますが、これ何を意味しているかというと、オートモードでコントロールされているということを示しています。では、このオートモードを解除して、そしてマニュアルで電圧の方を変更してみたいと思います。画面の一番右上の方に鍵のアイコンがありまして、こちらを長押しします。 はい。今、ピットと,とかなりましたけれども、その時にこのようにですね、点滅状態となりまして、これでロックが解除された状況になります。で、この、RPM の表示されている部分をですね、長押ししてみます。はい。すると、このように表示が変わりました。変わった部分は、この、パーセンテージのメーターが上がったり下がったりしなくなりました。これでマニュアル、 モードになったことを意味しています。そして、こちらにまだ回転数しか表示されておりませんが、実は回転数と電圧がトグルで表示されるようになっておりまして、この回転数のところをクリックしますあ。タッチします。はい。電圧の表示に変わりました。この電圧の表示になった段階でですね、長押しします。この電圧を。電圧を長押しします。音が鳴るまで長押しします。はい。 すると、この電圧が点滅状態となりました。この状態にするとですね、ちょっと下の方に落としてみますね。7、6と変化しましたですね。5ボルト。はい。あの、これ5ボルトまで下げられません。しかま、しか下げ、下げられません。そして、1ボルト刻みに、12ボルトですね。まで表示すること、変更することができます。 まあ残念ながら、静音性を目指されていらっしゃる方としては、ちょっと 5V よりもうちょっと下げたいかなっていうな感じはあるかと思います。残念ながらこの製品は 5V までしか下げることができないということになります。まあ、今ちょっと 5V にして、で、これでマニュアルで固定してみたいと思いますけれども、この段階で再度長押しします。はい。もうこれでですね、マニュアルで設定が終わりました。 今だから2000回転ぐらいで 5V で正規をされているということを意味しています。で、このですね、マニュアル設定とかオートモードはですね、それぞれの系統を独立して設定することができます。設定が終わりましたら、このロックのアイコンですね、鍵のアイコン、ここを再度、はい、クリックし、を長押しすることによって、 はい。今、点滅しなくなりました。このようにすることによってですね、もうどこを触っても反応しなくなる。そのようになっています。そして、このディスプレイの明るさですが、変更することが可能となっています。同じように、この右上のロック解除のアイコンを押して、そしてロックを解除。 された状態にしますで。そしてですね、この左上の方になんか懐中電灯みたいなアイコンがあります。これをですね、押していきます。一回押すたびに、これあの通り暗くなっていきます。そしてですね、このように真っ黒にまでなります。これは、最初買って取り付けた時に、この真っ黒な状態だったら、どうでしょうか。どこをしたらいいのかわかんないので、困られるでしょうね。 あのこのビデオを見て、だいたいこのアイコンのある場所をですね、思い出しながら操作いただくと元に戻せるかもしれません。あのチャレンジしてみてください。もしそうだった方はチャレンジしてみてください。以上で STW50435.25 インチ用のファンコントローラー、液晶タッチパネル形式、4連タコメーター風のデザインのコントローラー。 こちらのご紹介の方終わります。